はい、では今日は PCR 法について勉強していきましょう。PCR 法、これね、目的の DNA を大量にね、コピーするために行われる手法になります。で、これ、やるときに準備するものっていうのは、まずね、目的の DNA、そのことは異型 DNA というふうに言うんだけども、異型 DNA があって、あとはこれ大量にコピーするためのものなので、これ、DNA をコピーするわけだから、脂質として DNA がたくさん必要ですよね。何かをコピーするときには、たくさん紙が必要でしょ。それと一緒。その紙になるものが DNA になりますよ。基質 DNA になります。でその後、DNA を複製することをね、しっかり勉強していることは、分かるかもしれませんが、プライマーが必要で、あとは DNA プリメラーゼも必要ですよね。この4つを準備して、PCR というものを行います。じゃあ具体的にどういうことをするのかっていうとね、これ手順がこの 1,2,3 番になります。お手軽3点方式でまずね、DNA の二重らせんをほどきますよ。これ、体内では DNA ヘリカーゼというものがやるんだけれども、人工的にやる場合には、95度の、ね、熱を与えることで、二重らせんの水素結合をね、離して二重らせんをほどきます。で、その後に二重らせんをほどいたところにプライマーをくっつけて、で最後には DNA ポリメラーゼによる、ね、複製を行わせるよ。これ全部温度の変化で、やっています。で、この1から3をね、1サイクルとして、これ、繰り返すことで、大量の DNA をゲットすることができますよ。1回やると2倍に増える、2回やると4倍に増える、3回やると、8倍に増える。で、N サイクルやると2の N 乗個増えますよ、仕組みになります。で、今回、これをね、図としてね、ちゃんと表せるかどうかっていうところも大事になってくるので、今回そこを、中心にやっていきましょう。というわけで、まず PCR、ワンサイクルですね。これ、目的の DNA がありますよ。で、目的の DNA がね、特に、オレンジ色の部分、この部分ですね。やっぱりね、長いのね。長い中でも、特にこのオレンジの部分を複製したいんですよっていう状態ですね。はい。こんな状態。DNA ですね。時にまず何するかっていうと、95度の熱を与えることで二重らせんをほどきます。こんな感じですね。二重らせんをほどく、二重らせんをほどきます。で、これちゃんと方向を決めましょうか。5末端、3末端、3末端、5末端ね。こっちが5だったら3末端、3末端だったら5末端、これ95度によって二次らせん開きますよ。その次にね、何するかっていうと、どっかに書いておこうか。プライマー、そうです、黄色をプライマーとしましょう。プライマーね、これ黄色プライマー。そしたときに、目的のね、物質を取り出すために DNA を取り出すためにプライマーをくっつけます。プライマーくっついたら、ゴミ方向にどん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 伸びていきますよ。どんどんどん伸びていく。反対側もね、プライマーくっつきます。プライマーくっついたら、どん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 、ゴミ方向に伸びていきます。これでね、複製が、終わりますと。これワンサイクルが終了しましたよ。なるんですが、これちょっとね、見てほしいんですが、目的の DNA っていうのはこの部分ですよね。目的の DNA はこの部分。だけど、実際には複製されても目的のもの以外の部分、白い部分が結構多く残っちゃってるんですよね。なので今回この次、またどんどん2サイクル目を回していくんです。で、今回はちょっともうこっちの、方、こっちの方をだけをね、本当は両方見ていきたいんだけども、上側の方だけ丸つけた方だけを2サイクル目回していきます。2サイクル目こうかな。DNA があって、B あります。で、3番。で、プライマーがくっついていて、ゴミ方向に読み取られて、この状態ですね。この状態の DNA を見ていきましょう。5番。上は5番。こうですね。この状態。で、この本当は二重らせんになってるんですが、
この状態の DNA をまた、PCR によって複製していきます。何やるかというと、もうサイクルはもう同じですね。95度によって二重らせんを開きますよ。はい、この状態ですね。こうやって、開いていく。5末端、3末端ですね。で、開いていく。3末端、開いていって、プライマーくっついていて、まあ、これ5末端ですね。5末端。で、これに対して、今度50度から60度でまたプライマーをくっつけます。プライマーをくっつける。必ずゴミ方向になるので、プライマーをくっつける。プライマーをくっつける。そうすると、新しい DNA がゴミ方向にどん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 伸びていく。ゴミ方向にどん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 伸びていく。で、今度は、また複製されましたよ。目的の DNA の部分っていうのは、ここですよね。というと、ここですよね。やっぱりまだね、特に下の方はね、若干ね、目的の部分以外のものが残ってしまっている。だから目的の DNA だけをなんとか取り出したい。となったら、今度、3サイクル目。今度はこっちを見ていきましょう。3サイクル目。3サイクル目では、3末端と、こうですね、こうですね。この状態。で、この状態の DNA がありますよ。この状態ですね。はい。でもまあ、本当は二次らせん巻いてる。これとこれ一緒ね、全く一緒のもの。で、こいつをやっぱり95度で、この3サイクル目ですからね、二次らせんをまず開きます。開きました。で、5末端、3末端、3末端、5末端ですね。で、開いたら今度は50度から60度でまたプライマーをくっつける。プライマーをくっつける。プライマーをくっつける。で、今度は72度にしてまた DNA、ポリメラーゼがゴミ方向にどん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 進んでいく。ゴミ方向にどん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 進んでいく。やると3サイクル目でようやくね、あっ、上の部分、目的の DNA だけを、これね、本当は欲しい、この目的の DNA だけを取り出すことが、できますよ。で、これをさらに4サイクル、5サイクル、どんどんやっていけば、目的の DNA だけのものがどん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 増えていく。増えていったら、たくさんね、この DNA をゲットすることができるという、この PCR の方法ね。ぜひね、3サイクル目までね、樹脂、できるように、しっかりマスターしてください。